食7チャンネルでございます。長迫さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回もね、はい、奈良県生駒市にありますグリーンプラザ山町さんからお送りいたしますということで、はい、さあ秋のガーデンシーズン、うん、人気のキク科の植物と、そうですね、秋といえばキク科ね、いうことで、はい、結構また秋らしいいろんなものが入ってますよね。そうですね、特にここサントリーさんの苗のコーナーなんですけど、そうなんや、サントリーさんが出されてるのばかりちょっとここ集まってるんですけど、へ、ね、すごい、たまたまですけど全てが効くか、へ、はい、すごい、こんなことあるみたいなぐらい効くかでございます。どれも個性的でね。そうですね、花色もいっぱいありますし、でやっぱりなんといっても育てやすいっていうのが売りのシリーズですね。本当だから初心者の方が、はい、まあ、秋のシーズン最初にやるのにふさわしい、うん、もう必ず、はい、であとやっぱ馴染み深いですね。そうですね、聞く自体がね、はい、そうですね、この辺がボンザシリーズっていうやつになります。ボンザマーガレットという、はい、これがサントリーさんが出してる。そうですね、花色も豊富ですし、うん、でもう本当育てやすい品種ばっかりです。へ、はい、であのどっちか言うと基本 Y 性種的なんで、大きくなっても50センチぐらいまでっていうことですね、うんうん、あ、じゃあ結構丈夫でサイズ感も保てれるって、はい、しかも花つき良くないですか。いいです、この手前の、はい、ですよね、クリームと、うん、レッドとピンク、グレッドみたいなこの感じ、はい、すごい、めちゃくちゃ、はい、ちょっとだからパキッとした色っていうよりは、うん、ナチュラルで柔らかい、そうですね、この辺はそういう色が、ね、質感もいいし、はい、そこの赤やったらもう本当にワインレッドっていうか、これはだから軸が濃いめの落ち着いた黄色 で、ね、はいはい、でこの辺は一重なんですよ。あ、本当や、一重ですごい色です。これ赤でもないですよ ね、 そうですね、紫、はい、濃い紫が入ったような、そう、ね、シンクですよね。でこっちの横の白っぽいのは八重咲きですよね。あ、これまた咲き方違うんや、はい、これ八重咲きなんや、はい、ミニの八重咲きですよね。これがホワイト、ホワイトやけどちょっとピンクが入ってますよね。ちょっと入りますね、薄く入ってると思います、ね、優しいピンクの、うん、なんか単純な白でもないしないですね、うんうん、一方でこっちはこっちがあの半八重タイプになるんですけど、はい、でこの僕らが言うへそって言ったりこの中ですよね、はいはい、軸の部分が、はい、が目立たない。あ、確かにすごいなんか立体的に見えますよね。そうなんです、中の部分もちょっと盛り上がってて、はい、最近この咲き方人気ですね。しかもこの花弁のサイズ感、うん、すごい小さくて可愛いです。すごいですよね、はい、数センチやけど。そうなんです、結構よく見ると複雑なね、うん、形状してるから。そうですね、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。こうやって見るとなんか従来通りの軸がしっかりとポンとあるやつと、はい、うん、ちょっと八重とか半八重みたいな、で、ね、まあ、これが普通のマーガレットって言われるような、あ、わかり、割とね、わかりやすいやつ、わかりやすい、はい、いやもうシンプル綺麗やな、はい、そうシンプル綺麗ですね、やっぱりね、ぱり中心部があってね、一重でこう綺麗、はい、に揃ってるとね、うん、これがボンザー、ボンザーマーガレットのシリーズですね。これは、はい、まあ、秋シーズンに購入したとして、はい、そのまま庭で越していただくこと可能です。じゃあ冬越しも、はい、で、きつい霜が続くような地域で育ててはるところは、うんうん、まあ、雪がかなりかぶるんやとか、うんうんうん、できたら軒下なんか室内なんかってで取り込んでいただいた方がいいんですけど、まあ、ある程度関西の平野部だったら、まあね、平野部だったらまず育つという、まあ、体感性もありますね、はい。じゃあまた春に向けて、開花もしたり、ね、そうですね、春確実に咲いてきます、はい、さあそしてこちらもサントリーさんの、こちらもサントリーさんです。サントリーさんの、はい、そうです、キク科なんですけど、ヘリクリサム、カイザイクソっていうと割とご年配の方も分かっていただきやすいやつですけど、だからこう花を触っていただいたらシャキシャキしてなんかプラスチックで作ったような、あ、本当や、花なんですけど、ちょっとなんか硬い感じですよ ね、 そうですね、見た目もね、うんうん、でこれコロロシリーズっていうやつなんですけど、でもなんか名前の通りのイメージ、あ、そう、コロコロしてるっていう、うん、ね、まあ、丸くあのつぼみの時が僕は大好きなんですけど、こういう丸い、わ、すごいな、かわいい、まん丸や、はい、
パンって開いてくるとこう咲いてきたらこんな感じ。わあ綺麗。いや開いてからも芸術的というか、はい、なかなかですちょっとアート感すごいですね、うん、はい。なんか先ほどのマーガレットは、うん、まあ、中心部が丸でしたけど、ね、こっちはやっぱりちょっと上に、はい、そうです、こう盛り上がったような感じで盛り上がってて、うん、なんならこれの形状自体で本当に楽しんでくださいっていうような感じですよね、うん、はい、これも結構品種ありますね、揃ってますね、1,2,3,4,5 今で販売させていただいているので7種類ほどありますね。わすごい、はい、ピンク、黄色から、はい、ちょっとオレンジ系の色がちょっとこう沈んでるようなね、うん、感じのちょっとアンティークっぽさもあるし、ね、管理的にはどうしていったらいいですか。全然普通に育てれて、まあ、背丈は30センチほどなるんですよ。あ、一応伸びていくんですね、はい、このままで 丸くっていうかわさわさっと、はいはいはい、ドーム状にはなります、うん、はい。で、まあ、一応は宿根草なんですけど、はい、ちょっと寒さ弱いタイプです。こいつはなるほど、はい、できたら霜よけ、雪よけはしっかりしていただいた方がいいと思います、うんうんうん、これがコロロっていうね、はい、コロロシリーズ、はい、いや本当になんかいろんなシリーズがこうやってね、はい、出てくるんですね。で次が名前いいですよ、星空マン。なんてロマンチックな、なかなかいいですよ、なかなかでネーミングめっちゃいいですね、はい、これ今回この二色咲きの、まあ、一つのポットに白と藤色ラベンダー色っていうか、はい、二色植えをしてるタイプを販売してるんですけど、普通でいうとブラキカムっていう植物がキク科の仲間であるんですけど、はいはいはい、それですね。なるほど、はい、それのサントリーさんバージョン、まあ、独自で品種改良して、あ、そうです、はい、出してるやつってことですよね、はい。でまあ、これは非常に宿根草の中でも強いタイプですから、はい、全然育てやすいと思います。これまたなんかやっぱりその先ほどとは全く違う線の繊細な感じ。あ、そうですね。でブラキカムって2タイプに大きく分けられるんですけど、葉っぱの太いタイプと、うんうん、こういうふうに糸葉みたいな葉っぱになる、うんうん、細い葉っぱっていうんですけど、まあそういうのになる細い方ですね。細い方のタイプ、はい、あ、そっか。だから葉っぱも茎も目立たないんで花が宙に浮いてるような、あ、そうですね、イメージで星空マムっていうネーミングなんですね。なんかもしれないですね。藤色っていうか、あ、薄紫の、そうね、だからちょっとこの白と合わせた2色のポットも2色植えっていうのはこれなかなかいいと思いますね、ね、ちょっと自然っぽいというか、うんうん、野種っぽさをね、はい、感じるっていう。え、これは冬どうなんですか。あ、冬は強いです。1回2回3回4回ぐらいの霜には葉っぱ残ってます。花はちょっと咲かないですけど、うんうんうん、はい、で春にまた花は咲いてきます。あ、じゃあ本当に屋外でも冬越しできて、うん、育てやすいですね、うん、秋楽しんでさらに次春に向けてまた、はい、いけますね。次がですね、ビーダンス。ビーダンスって、はい、なんかこう蜂が飛んでるようなっていうイメージなのかもしれないんですけ ど、そうですね、うん、元いわゆるビデンスっていうキク科の植物があるんですけど、はいはい、それのわいせつ種タイプですね。そうなんや、はい、ビデンスってこう背の高くなるやつもあるんですけど、はいはい、それの低い方のタイプです。なるほど、うん、でこれももう多年草っていうか宿根草の中でも非常に育てやすいジャンルになってるんで、霜雪、うんうん、もちろん OK ですし、なるほど、また春には4月ぐらいから花がパラパラと咲いてくるっていうような植物ですね。あ、じゃあ、まあ基本的にはまあもちろん耐寒性もある程度あって、あって、あります、うん、あります、はい。で春からまた活発に咲き出すということ で、ね、はい、まあ、秋にこう買っとくっていうのもいいってことですね。そうですね、秋に買っていただいた方が春のパフォーマンスが非常にいいかなと思いますね、はい。で真夏の本当暑い今年でもそうですけど、35度を超えての日が続くと若干弱る可能性があるんで、なるほど、はい、真夏だけあんまり日差しの強すぎないところに持っていただいた方がいいかなと。これがだから本当にサントリーさんの出してる、はい、そうですシリーズということ、はい、今説明させてもらった全部サントリーさんの中のキク科。キク科、はい、すごいな。もう安心ですけどね、やっぱりね、はい、そうですね、はい、さ、まだあるんですよね、キク科が。そうですね、ちょっとこっち来ていただくと、はいはいはい、これはここにダリア。ダリアももう、はい、見とれてしまうようなね。そうですね。で
ここら辺にあるのが普通のダリ、まあ普通ではないんですけど、ここにギャラリーダリア、こうもう数年前からうちも販売させていただいてて、はいはいはい、非常に人気の品種なんですけど、これシリーズなんですか？そうなんです。ギャラリーっていう。ギャラリーダリア。こう八重性がすごくてですね。これまたすごいな。で割とコンパクトで。あ、確かに背丈めちゃくちゃ低いのにしっかり花がね。そうなんです。ついてますよね。うん、で花、あの花の分子がすごく良くて、うん、どんどん花が咲いてくるんですよ。すごいな。これはもう毎年リピートされるお客さんがおられるぐらい、うんはい、おすすめで、おすすめ品種でございます。結構だからこう花壇の足元でもいけるし、そうです、寄せ植えも割と低いうちで、ね、はい、大丈夫ですね、うん、はい、こう中低木と合わせてね、うん、なんか使うとすごくいいと思います、うん、しかもなんといってももう一個の花弁だけでも写真撮りたくなるようなね。そうですよね。もうこの赤とかも複雑な、綺麗ですからね、八重のと、うん、だからまあ何色何色って言ってもそこでまたグラデーションのようにね、あ、そうです、濃淡があるんで、はい、ギャラリー、それはギャラリーダリア特に綺麗ですね、うん、すごい綺麗、はい、さあ それとですね、ちょっと離れてるんですけどまだあるんですね、はい、秋といえば、秋といえば出ました、はい、出ましたこれはもうね間違いないでしょ。もう皆さんもご存知のコスモス、ね、コスモスね、はい、もうちょうどだからどこの町でもやっぱコスモス園とか、ね、ありますね、コスモスの名所でにぎわってる、そうですね、なんかこう川沿いにたーっとあったりとかよくしますよね。まさにだからこう秋のサインといいますか ね、 そうですね、10月入るとやっぱりコスモス見に行かへんみたいな、はい、だから園芸でももちろんね、もちろん大人気です、コスモス人気ですから、はいはい、まあ、これはもうごくごく一般的な Y 生種タイプの6、70センチまでで止まるコスモスですけ ど、 ど、はい、でも本当にある程度こう花壇をこうスペースをちゃんと作って、うん、風にも揺れるし、そうです、もうコスモスっていうエリア作ってもいいぐらい、ね、はい、いいですね、はいはい、すごくこう魅力的ですけど、はい、やっぱり優しげですよね。そうですね、今まで紹介してきた新しくて、うん、何ですかこの花弁っていうのとまた違 う、 もう原風景に近いね、なんか子供の頃から見てきた懐かしさ、そうそうか、郷愁のような、はい、あ、そういう感じ、まあ、誰が見張ってもあコスモスって分かるやつですかでも実はお庭とかにそういうものを入れるって結構大事ですよね。そうですよね、やっぱり自然をしっかり感じていただけるし、うん、ね、安心感もあるし、はい、でコスモスのいいところはやっぱこぼれ種でど、ね、増えていく、はいはい、何本か増えていって咲いていくっていうのもいいとこですから、まあ、ちょっとね伸びたやつは切って、あ、そうです、水鉢に浮かべたり、ね、はいはい、浮かべたりとか、そういうおしゃれなこと、はい、あとこう折れたりしたらもう切り花で使っていただいても大丈夫ですからね。そうですね、切り花でもいいし、はい、いや、なかなか本当に一言で聞くかといってもいろんなもんありますね、はい、ありすぎてっていうぐらいあります、はい、いや面白かった。これだからもう本当に、はい、あの目的とお好みといろいろこう選び方あると思うんですけど、うんうんうん、僕も本当にどれを買ったらいいのか迷うぐらいね、はい、個性的でいろいろあると思うんで、はい、今日紹介させていただいたのは非常に全て育てやすいと思いますから、うんうんうん、はい、手軽にスタートしていただいたらいいかなと思いますね。わかりました、はい、皆さんぜひね秋シーズンのガーデニング楽しんでいただければと思います、うん、はい、長坂さんありがとうございました。ありがとうございます。